ではここでこちらのフリップをご覧いただきたいのですが、3時間37分、これは何の時間だと思われますでしょうか。実はこれはですね、妊娠した女性が救急車を呼んでから医療機関に搬送されるまでにかかった時間、実際に去年東京で起こった事例なんですね。はい、3時間37分です、はい、妊娠した女性を救急隊が搬送しようとして医療機関から3回以上受け入れを拒否されたケースが去年全国30の都道府県で667件あったことが総務省消防庁の調査で分かりました。このうち東京は185件と最も多く、10回以上断られたケースも30件ありました。受け入れを拒否した理由は設備や人手などの不足による処置困難、手術や患者の対応中などとなっています。受け入れ先が決まるまで現場で救急車が30分以上待機したケース、これも都内で329件ありました。はい、消防庁と厚生労働省は医療機関が消防にベッドの空き状況などを情報提供するシステムの改善を検討することにしているんですが、女性にとっては、子育てということもそうなんですけれども、やっぱり安心して産める環境、これが大きな問題ですね。はい、